住まいの明かり、室内、インテリア照明はもちろん、ガーデン、エクステリア照明に関心を持つお客様が増えています。エクステリアと照明、ワンダーライトはセットで考えるべきであり、魅力的な照明プランを提案できるセンス、知識が必要とされています。エクステリアと照明をセットにしてご提案することで、商品の価値が上がり、お客様の満足度も上げることができます。このエクステリア照明講座では、建築、ランドスケープなどの照明計画を数多く手掛けられている光環境設計室代表、ライティングデザイナー菊原恵子さんに、エクステリア照明の基礎テクニック、照明プランの組み立て方を実例を交えて分かりやすく解説していただきます。それでは一緒に学んでいきましょう。皆様こんにちは、光環境設計室の菊原と申します。本日は皆様とご一緒にワンダーライトを使用したエクステリアライティング効果を検証していきたいと思います。照明の計画は難しそうというイメージをお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。一度に全体のたくさんのことに注目してしまいがちですが、実は適所に1棟ずつ考案していくことで、とても簡単により効果的な光を配することが可能になります。まず基礎知識として、光をより有効に使っていただくための効果についてご説明いたします。光の効果とは、建築における光を扱う基本的なテクニックのことで、溜める、沿わす、透過させる、漏れ出る、境界、形状認知、導き効果、レイヤー感の6つに整理されます。光を貯める、小さな光源を覆うようにして明るさを大きく見せる、感じさせる効果です。日本古来の暗頓もそうです。エクステリアでは中の明るさで茂み全体に光だまりが見えるような手法です。光を沿わす、光の広がりの断面を明るく見せたい面に沿わす手法です。屋外の壁面や柱前、グラウンド面に有効です。光を透過させる、あるものを通り抜けることによって得られる間接的な光の効果です。直接光にはない陰影、ニュアンスを得ることができます。日本家屋の障子越しに屋内に広がる光と影のイメージです。漏れ出る光とは、スリット、隙間などから漏れる光です。光とともに影の姿も醸し出されます。格子から差し込む光と陰影のイメージです。境界、形状認知の光とは、光の連続性のある存在で、その境界線や沿わせた光でその形状を表す手法です。導き効果、光のレイヤー感、光と影の重なりで奥へ誘う効果です。まず光が物に当たった時に生み出す効果について解説していただきました。エクステリアに照明を与える時、どの場所にどんな光の効果が適切かをイメージすると、プランニングのアイデアが湧いてくるのではないでしょうか。次のテーマはエクステリア照明の組み立て方です。次にエクステリア照明の組み立て方です。建物のナイトシーンをイメージし、必要なところから光を配していきます。周囲の明かりとその家から漏れる光の状態をよく観察します。新築物件の場合は、夜にどう見えるかをイメージするところから始まります。
まず門周り、表札、インターホンなど光が必要な機能工から考えます。次にエクステリアをより魅力的に見せる演出工を考えます。演出工はシンボルツリーやオーナメント、我が家の見せたいポイントを中心に組み立てていくと分かりやすいと思います。まず何も光が当たっていない状態からスタートし、動作に必要な機能工を加え、さらにエクステリアや建築のデザインを見ながら演出工を足していく。このように順番を踏まえて考えると、エクステリア照明のプランニングやバリエーションが広がります。光の照射範囲を決めるスポットライトの強角、中角、また光量は何を判断基準に選べばよいのでしょうか。効果的なエクステリア照明にはいかにスポットライトを使いこなすかが重要です。種類も多く迷われる方も多いと思います。ここでは選び方のポイントを解説いたします。狭い土地でシンボルツリーなど適所に光を当てるときには強角、広い壁面など緩やかな光を配するときには中角のように考えて選ぶと良いと思います。また光量はスタンダードタイプの S を中心に2倍ずつ大きくなるよう M、L が用意されています。対象物の大きさと照射距離を判断しながら選ぶと良いと思います。スポットライトにはさらに光を細かくコントロールするためのオプションがあります。光の広がりの一部をカットし、眩しさを軽減するフード、光の広がりを絞り照射物を際立たせるスヌート、光を拡散させエッジをぼかす効果のある拡散カバー、光を楕円形に広げるスプレッドレンズ、スプレッドレンズは取り付ける向きを変えることで縦方向にも横方向にも光を広げることができます。縦方向は花水木など高い樹木に光を沿わすとき、横方向は少ない頭数でツツジなど低い樹木に幅の広い光を配することができます。光を絞る、反対に光を広げる、和らげる、オプションの役割、効果を知ることで照明テクニックの幅が広がります。さらにシーンによっては光の量を調整できる調光タイプ、光の色を変えられる調色タイプを使うと良い場合があります。調光タイプはダイヤルを回すだけで明るさのコントロールができます。調色タイプは同じようにダイヤルを回すだけで、新緑の映える白色から紅葉の映える電球色までコントロールできます。ワンダーライトには様々な照明プランに対応できるよう多くの機種がラインナップされており、照明の知識が深まるほど使い方のアイデアも広がります。適切な器具とオプション品の選択で
魅力的なエクステリアのナイトシーンをお客様にご提案しましょう。外光照明計画は電気工事が必要というイメージが強かったと思いますが、 LED の普及によりエクステリアでも容易に取り組めるようになり、エクステリアのプランニングで照明計画を提案することは当たり前になってきました。ほんの少し照明を入れることで外光の価値が2倍にも3倍にもなる魔法のアイテムです。お客様に照明計画を提案しないともったいないという意識を持って取り組んでいただきたいと思います。